皆さんこんにちは、黒子の部屋へようこそ。今回撮影の題材にする作品はこちら。明治初期の滋賀県大津が舞台となっている人気コミックの実写化作品、映画曇天に笑うです。今回は滋賀県米原市にある四つ木浜へ来ています。湖畔に佇む2本の木が印象的な四つ木浜は県内有数の夕景スポットの一つです。対岸に沈む夕日を眺めるととても神秘的な気持ちに浸れます。こちらでは主人公雲尾天花と弟の空丸の絆を深める重要なシーンが撮影されました。湖岸で現代物のないシーンを撮影するため地元の方たちにもご協力いただきました。それでは早速撮影しましょう。再現シーンを撮影できました。これまで2回にわたり映画曇天に笑うのロケ地をご紹介しました。滋賀県が舞台のこの作品、映画の端々で滋賀を感じることができます。この動画を通じて映画曇天に笑うの世界観に触れてみてはいかがでしょうか。次回の滋賀ロケの黒子の部屋では映画クコミ女と駆け出し男のロケ地をご紹介します。次回も滋賀ロケの黒子の部屋で笑え。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければぜひ滋賀ロケーションオフィスのチャンネル登録をよろしくお願いします。